ご視聴ありがとうございます。今回は、スペースインベーダーの誕生について、ご案内します。懐かしいね、スペースインベーダー。スペースインベーダーは、1970年代末に、日本で社会現象にまでなった大ヒットゲームだよね。スペースインベーダーは、以前の動画で、任天堂のファミコンの開発に、大きな影響を及ぼしたことを、案内したと思うんだけど。ゲームの開発を、組み込み NSI から CPU を、利用した、ゲーム機開発に進化させたこと？そう、ゲーム機の開発手法を、大きく変えたこともそうなんだけど、いろいろ調べてみるとスペースインベーダーが、変えたのはそれだけじゃないんだよ。それ以外もあるの？スペースインベーダーの一番の、功績は、日本のゲーム業界を世界へ飛躍させるきっかけになったことかな？世界へ？そう、スペースインベーダーが出現する前までは、日本のゲーム業界はアメリカの、ゲーム業界の背中を常に、追っている状態だったんだ。アメリカ？そう、当時、アメリカがゲームの最先端だったんだよ。特に、アメリカの当たり者は、ボンやブレイクアウトなど、歴史に残るようなゲームを、次々と作り出していたんだよ。それが、スペースインベーダーの出現で、日本のゲームは大きく飛躍していくんだ。日本のゲームが世界へ。今回の動画は、日本のアーケードゲームの成り立ちから、スペースインベーダー誕生までの、開発物語をご案内します。1950年代、アーケードゲーム誕生。始まりは、太平洋戦争が終わってから、約10年後の1956年、映画館の新築ブームが、起こるんだ。映画？この頃は、娯楽の王様は映画だったんだよ。1950年代の、日本映画は、第二の黄金時代と呼ばれていて、黒沢監督の、七人の侍や、SF 映画のゴジラ、小津安二郎監督の東京物語、石原裕次郎主演の、太陽の季節などなど。まさに、娯楽の王様。これが、当時の日本の映画観客動員数だよ。1950年代の、観客動員数がすごすぎるね。それ以降の動員数の落ち込みもすごいけど。年間の延べ観客動員数は10億人に上り、新たに映画館が次々と建てられ、その周りにたくさんの店舗が集まるようになり、アーケードモールが作られたんだ。当時、東京の日比谷や浅草、そして大阪の梅田は三大アーケード街と呼ばれていたんだ。今でも少し名残があるような。そうしたアーケード街に、ゲーム機が置かれるようになったんだ。ゲーム産業の黎明期だね。ちなみに、このようにもともとアーケードに置かれたことから、娯楽施設に設置された業務用ゲームのことを、アーケードゲームと呼ぶようになりました。映画で栄えたアーケード街に、ゲーム機が置かれていたから、アーケードゲームなんだね。当時、最も人気があった映画は西部劇で、ジョン・ウェインやゲイリー・クーパーが、大人気だった。そこで一番流行ったのはガンゲーム。電気式の鉄砲で流れてくる的に、タイミングよく、引き金を引くと、的がパタッと倒れるといったものでした。この頃のゲーム機は、国産機だけでなく、チュール軍からの払い下げのものまであった時代だよ。戦後って感じだね。このようにしてアーケード街に、設置されたゲーム機が、現在のゲームセンターの始まりなんだ。ゲームセンター誕生。そして、もう一つのブームが、さらにゲームを発展させるんだ。もう一つのブーム？1970年代。もう一つのブーム。もう一つのブームは、1972年に、ピークを迎えるボーリングブームなんだ。ボーリングブーム？テレビではボーリング番組が、ゴールデンタイムで放送され、男女のプロボーラーが大人気。ボーリング場でも、週末になると、3時間、4時間待ちなどは当たり前だった。そこで、ボーリング場には必ずゲームコーナーが、併設されるようになったんだ。つまり、長い待ち時間を過ごすには、ゲームが最適だったんだ。自分の順番を呼ばれるまで、ゲームコーナーのゲームで時間を、潰すようになり、ゲームコーナーが身近な存在になっていったんだよ。これで、ゲームが普及したのか。しかし、このボーリングブームも長くは、続かなかった。ブームが去った後にはボーリング場の、再利用が問題になったんだ。ブームって怖いね。ボーリング場から一番多く、再利用されたのはパチンコ店だったんだけど、ゲームセンターになったところも、たくさんあったんだよ。そしてちょうどその頃から、ゲームセンターの大型化が、始まったんだ。
大型ゲームセンターの誕生がこの頃ってことかな。そしてこの頃、メダルゲームも登場しているんだ。1970年代が、日本のメダルゲームの生まれた頃なんだね。ビデオゲームの登場。1972年、アメリカのアタリ社が、テレビ画面にゲームが表示されるビデオゲーム機を、開発する。そのゲームの名は、ポン。ポン。このアタリ社のポンが、ビデオゲームの元祖と言われているんだ。ビデオゲームの誕生。そして、1976年、これもアタリ社のブレイクアウト、つまりブロック崩しが登場。懐かしいね、ブロック崩し。しかし、当初このブロック崩しはあまり売れなかったんだ。テーブルゲームにはなっていたんだけど、アメリカサイズだったから大きすぎて、日本には合わなかったんだ。そこで翌年、日本のメーカーは、サイズを日本の喫茶店の、テーブルサイズに小型化したんだ。これが大当たり。そして、その頃、喫茶店は、社用の時代だったんだ。今の子供たちは、喫茶店知らないかも。ゲームメーカーの営業マン。お客様、ゲーム機を置いてみてはどうでしょうか？このテーブルゲームを置いていただければ、利益の何割かは還元しますよ。という営業活動で売り込みをかけたところ、喫茶店は従来のテーブルを、撤去して、ゲーム機をこぞって置き出したんだよ。もしかして、その後は？そう、1978年に、スペースインベーダーが登場したんだ。スペースインベーダーは、社会現象にまで発展する。社用だった、喫茶店は一気に商売繁盛。ここから、日本のゲームメーカーが躍進し始めるんだ。1979年、ナムコからギャラクシアンが登場。ポストインベーダーと言われるほどの歴史的なゲームに。1980年、これもナムコからパックマンの登場。日本だけでなくアメリカをはじめ全世界で記録的大ヒットとなる。1983年、シューティングゲームの最高傑作とも言われるゼビウスが登場する。著名人やマスメディアを巻き込み大ブームとなる。1983年、任天堂、ファミリーコンピューターの発売。家庭用ゲーム機が大ブームとなる。1991年、カプコン、ストリートファイター2の登場。その後、対戦型格闘ゲームが、大流行。ハドゲーム。1994年、ソニーが、プレイステーションを発売。家庭用ゲーム機に 3D グラフィックの時代が、到来。スペースインベーダーが登場以降の、日本のゲーム業界の躍進が、すごいね。次回は、いよいよ日本のゲーム業界の、躍進のきっかけになった、スペースインベーダーの開発物語を、ご案内します。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。